プレクチンは、ほぼすべての哺乳類の細胞に見つかる巨大な、タンパク質で、細胞骨格の3つの主要な構成要素である、アクチンマイクロフィラメント、微小管、中間系フィラメントの間の連結部として機能する。加えて、プレクチンは、異なる細胞を構造的に連結している、細胞膜のジャンクションと、細胞骨格とを結合する。 これらの異なるネットワークを結びつけることによって、プレクチンは組織の機械的完全性や、年段性の維持に重要な役割を果たす。プレクチンはいくつかの選択的スプライシングを受けたアイソフォームで細胞内に存在し、その全てが約500桁で4000以上のアミノ酸からなる。プレクチンは中央部のアルファーヘリックスからなるコイルドコイルの両端に、 それぞれ巨大な球場ドメインが連結された構造をしており、二状態を形成していると考えられている。これらの球場ドメインは、プレクチンと様々な細胞骨格の標的との連結を担う。シーマッタン側のドメインは6つの相当なリピート領域からなる。このドメインの5番目と6番目のサブドメインが、サイトケラチンやビメンチンといった中間系フィラメントを結合することが知られている。 反対側の N 末端ドメインには、アクチンへの結合を担う領域が存在する。2004年には、このアクチン結合ドメインの正確な結晶構造が、マウスで決定され、2つのカルポニン相当ドメインから構成されることが示された。プレクチンはほぼすべての哺乳類の組織で発現している。心筋と骨格筋では、プレクチンは Z 膜として知られる部分に極在している。 プレクチンは、ビンキュリン、デスミン、アクチン、ホドリン、微小間結合タンパク質、カクラミン B、スペクトリンアルファ I、ビメンチン、インテグリンベータ4などと結合する。プレクチンのノックアウトマウスを用いた研究によって、プレクチンの機能2が明らかにされた。マウスは出生後に3日で死亡し、核化細胞の変性を含む皮膚の顕著な異常が見られた。また、 骨格筋と心筋も大きな影響を受けていた。心筋の介在板は崩壊しサルコメアは不定型となり異常な孤立した筋元繊維の束や z 膜構成要素の細胞内蓄積も観察された。筋細胞でのビンキュリンの発現は大きくダウンレギュレーションされていた。筋コロイドによる免疫電子顕微鏡像。 イムノブロッティング、免疫系抗染色実験によって、プレクチンは、細胞骨格の3つの主要構成要素のすべてと結合していることが判明した。筋肉では、プレクチンは、Z 膜の周縁部に結合し、中間系、フィラメントタンパク質デスミンと共に、隣接する Z 膜との横方向の連結を形成している可能性がある。このプレクチンとデスミンとの相互作用は、 Z 膜周辺とサルコメアの残りの部分の双方において近縁繊維とミトコンドリアとの密接な結合も促進しているようである。またプレクチンはデスモソームやヘミデスモソームといった細胞間の中間系フィラメントネットワークを連結している細胞間ジャンクションと細胞骨格との連結にも機能している。プレクチンはデスモソームに極在することが示されており、 インビトロでの研究では、デスモソームタンパク質デスモプラキンと中間系フィラメントとの間のブリッジを形成することが示されている。ヘミデスモソームでは、プレクチンはヘミデスモソームプラークのインテグリン β4 サブユニットと相互作用し、中間系フィラメントのサイトケラチンをジャンクションへ連結させるクランプのように機能する。プレクチンをする遺伝子プレクの変異は、 スジジストルフィー合併型単純型表皮水疱症と関連している。近年、プレックのミスセンス変異が一部の人々の心房細動の原因となることが提唱されている。スジジストルフィー合併型単純型表皮水疱症を伴う孤立性差出神筋緻密化障害についても指摘がなされている。またプレクチンは水臓癌のバイオマーカーとなることが提唱されている。 プレクチンは通常は細胞質に存在するタンパク質であるが、水管洗顔では細胞膜に発現しており、そのためが、細胞の標的化に利用できる可能性がある。インテグレーションオブカーディアックプロテオームバイオロジーメディシンバイエースペシャライズドナレジベス。サーキュレーションリサーチ113-1043-1053ドイ10.1161 サークレーサハ、113.301151、PMC4076475、プミド23965338、https スラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ PMC スラッシュアー s クルススラッシュ PMC4076475 スラッシュ。ありがとうございます。